JR 目白駅徒歩8分。本日紹介するお部屋は 1K 賃料114,000円、管理費1万円のお部屋です。なんと敷金0円なので初期費用が安く抑えられます。こちらのオートロックを開けて中に入っていきましょう。入るとすぐにレターボックスと宅配ボックスがあります。壁や床はデザインが施されていて、帰宅するたびに気分が上がっちゃいますね。こちらのエレベーターで上に上がっていきましょう。それではお部屋の中を見ていきましょう。通路を通り、まず一番奥に 8.8 畳のお部屋があります。10階建ての9階ということもあり、見てください、この眺望を。周りが低い住宅が多いため空がよく見えます。壁紙は片面ライトグレーになっていて、いい雰囲気のお部屋になりそうですね。こちらにはクローゼットがあり、155センチの私が手を伸ばしてもつかないくらいの高さがありました。続いて先ほど通ってきた廊下を戻ると、トイレ、洗面台、お風呂場があります。トイレはタンクレスで場所を無駄なく利用しています。洗面台はシンプルにおしゃれ、タオルハンガーもしっかりついています。お風呂場は横長ワイドミラーになっていて広く感じられます。あれ、洗濯機置き場はどこに置くんだろうと思った方はいませんか？洗濯機置き場はこんなところに隠れています。生活感を少しだけ減らすことができますね。シューズクローゼットはたくさんの靴が入ります。続いてキッチンです。こちら二口コンロなのですが、手前のコンロのみ火力を強化プラスにすることができます。料理をする方も火力には困りませんね。そしてシンクの上には取り外し可能な作業台がついています。野菜を切るときにも広く使えていいですね。以上、 ID ホームの内見動画はいかがでしたか？たくさんのお問い合わせお待ちしています。本日はありがとうございました。 ID ホーム。